皆さん、おゃよます。もごもご입니다。え、2022年、おぉ、もごもごチャンネルを始めてから、1年6ヶ月ちょっと過ぎたところなんですかね。え、1万5000人突破したという記念で、皆さんに感謝の気持ちで、え、プレゼント企画をやりました。普段、もごもごチャンネルを購読していただき、心からお礼申し上げます。ちんちゃちんちゃ、こまわよ。じゃあ、それで今日は、 当選発表ということで皆さんに紹介してみたいと思いますが、じゃあ一旦私が準備したのは1番と2番、あの2種類のプレゼントを用意しましたね。で、1番は、えー、ちまじょごりにつけるか、またカバンとかにもつけれるストラップタイプの乗り毛でしたね。これを100名様に。そして2番、私が作ったもごもごのスタンプ、ラインスタンプですよね。で、これも100名様に、皆さんに感謝の気持ちを込めて、 プレゼントしたいということでしたが、じゃあ、これで合計200人ですよね。で、なんと122名様が応募してくれました。わーい。 はい。えっ、ー、と、ここで皆さんわかると思いますが、200個を準備してましたが、122名様が応募してくれたので、まあ、こういった場合は皆さん当選も、まあ抽選も、まあそんなのいらないでしょう。つまり、応募者全員に差し上げたいと思います。えー、あげます。もらってください。ぜひもらってください。 えっと、商品がしょぼかったんですかね。今から受け取り方を説明しますので、ちゃんと聞いてくださいね。じゃあ、まず、一番ドリゲーなんですけれども、えー、日本国内住所に限ります。えー、もごもごチャンネルのコメントを見てみると、えー、海外に住んでる方もいらっしゃるようですが、家族の住所でも構いませんので、日本国内の住所を教えてください。で、そして、郵送方法は選べません。 私は佐川がいいですとか、ごめんなさい、これはちょっと対応できなくて、みんな郵便局に行って配送させていただきますので、これだけはご了承ください。そして、ご自宅や最寄りの郵便局止め、まあどちらでも大丈夫なんですよ。やっぱり自宅の住所を言うのはちょっとという方は、最寄り郵便局の名前を教えていただければ、郵便局止めという形で発送させていただきますので、あ皆さんが郵便局にいらっしゃってあ、取ったらいいので、それも覚えてくださいね。 でただ、郵便局止めを求めている方の場合は、発送してから3日後ぐらいには届くと思いますよ。届いた後に、郵便局から別に連絡はないみたいです。なので、私が発送しましたと連絡をした後にですね、10日以内に郵便局にいらっしゃって、ぜひ受け取ってください。それが過ぎてしまうと、郵便局が処分することもありますので、ぜひ受け取りに行ってください。で、 今からなんですが、じゃあ皆さんが皆さんの情報をご自身で入力しますが、入力情報に間違いがないようにお願いします。住所が間違ったりとか、名前が間違ったりとか、私が書くわけじゃなくて、皆さんが書いてくれたのをそのままコピペして送りますので、名前が間違ったりとかした場合なんですけれども、郵便局で皆さんが取りに行った時に、 え名前が間違った場合は取れない場合があるんですよ。なので必ず名前も間違わないように、そして住所も間違わないようにお願いします。 で、感謝書の方も今からの説明に当たりますけれども、私がこうやって3点プレゼント、そして、まあ、今回のりゲいっぱい残ってますので、のりゲも一緒に入れて4点セットとして皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思いますので、感謝書に当たる、つまりメンバーシップの方も、じゃあ今から私が説明する通りに住所を入力してください。じゃあ今から説明しますね。じゃあ一旦まず私がこの動画の下に載せている リンクをクリックし、サイトに入ってください。そしたら、今皆さんがご覧になっている画面が出てきますね。そっちの上と下に、情報の登録はこちらって書いてるところがあります。上と下、どちらでも構いませんので、押してください。じゃあ、この赤い部分を押しますと、次のような画面が出てきますが、こちらで皆さんが上から YouTube の ID、そして住所、そして名前を入れることになります。 で、その後、全部入力した後に、最後に黒いところ、送信を押してください、えー。個人的なフォームなので、他の方が見る恐れはないので、ぜひご安心ください。えー、もごもごだけ確認できて、えー、皆さんに配送した後には必ず消去しますので、ご安心ください。そして、2022年8月31日から9月31日まで1ヶ月対応しますので、時間があるときにお願いします。で、 もうちょっと詳しく説明したいんですけれども、この情報の流力の欄ですけれども、YouTube ID がちょっと何かわからない方がいるようで、じゃあ YouTube ID は何かと言ったら、皆さんが私にコメントを残すときに上に書いてるところありますよね。じゃあ私の場合は、星、もごもご、星、Korean Culture and History のところなんですけれども、これが YouTube ID ということなんですよ。なんか、Google に問い合わせして YouTube ID とか調べないでください。皆さんがコメント を残した時それれれ上にに書かれているののが皆さんの id これをこをちらに入力して、くださいそして住所、もう一度確認しますが、間違いがないように気をつけてくださいね。そして、名前も、えー、自宅に送る方は別に本名じゃなくてもいいけれども、郵便局を止めする方はちょっと身分証確認しますので、えー、必ず、えー、自分の本名でお願いしますね。間違いがないようにお願いします。 ここまで皆さんが入力をなさいますと、私が確認して、まあ、順次的に皆さんに発送させていただきますので、 で、その確認のために、皆さんがこのフォームを入力した後に、この動画で入力しましたとは残してください。そしたら、私がその答え、コメントとして、あの、発送しましたで残しますので、それで皆さんいつ発送したのか確認できますよね。なので、このフォームを入力した後に、この動画の下のコメントにも入力しましたって書いてくださいね。じゃあ、次は2番、LINE スタンプの受け取り方です。 皆さんの手持ちの携帯にラインがあると思います。じゃあ、まず下を見てください。ホームがありますね。こちらを押していただいて、で上に人の形をしている模様で、プラスと書いてあるアイコンがあります。こちらをクリックしてください。そうしたら、この上の部分に QR コードというのが出てきますね。じゃあ、これを押してください。じゃあ、これを押したら、 カメラが起動しますが、このカメラそのまま皆さんが今ご覧になっている QR コードありますよね。そちらにカメラを持ってきてみてください。映してみてください。そしたら自動で次のようにもごもごというところで追加が出てきますよ。追加を押してください。そうしたら登録完了なんですね。その後メッセージとして皆さんの YouTubeID。さっき私の場合はもごもごでしたね。こんな感じでもごもごですって送って くださいそしたら私がこれは早速そのままプレゼントをしますねじゃあこのラインは自分個人のラインではなくて今回のプレゼント企画のために作った臨時のラインなのでご安心ください皆さんの個人情報が残ったりでずっと登録されたりとかはないんですよ皆さんに私がスタンプを配ってその後みんなに配ることになりましたらこのライン自体は削除しますのでご安心くださいじゃあ説明は以上になります皆さんいつも しんちゃしんちゃ、こまわよ。2022年、公金のプレゼント企画も考えてますので、皆さんその時も楽しみにしてください。えー、一旦説明をしていますが、どうしてもわからない方は、コメントなどで質問を残してくださいね。じゃあ皆さん、ぜひプレゼントをもらってください。利益になってないんですけれども、まあいいか。じゃあ今日も聞いてくれて、しんちゃしんちゃ、こまわよ。皆さん、あんにょー